皆さんこんにちは。タローズカフェの時間がやってまいりました。毎月第4月曜日午後5時より音楽とお話をお送りいたしております。今年2回目、通算30回目のタローズカフェですけども、三寒四温、ようやく春がゆっくりと近づいてきたようですね。今日はですね、2月28日月曜日ですけども、スペシャルゲストをお招きいたしております。大阪を中心にライブ活動をなさっておられます高井久美子さん、クーミンさんです。はい、どうもこんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。大阪でライブ活動をなさっておられるんですね。はい。音楽はだいたいどういった音楽を？ブラジルのボサノバを中心にやってます。なるほど。はい。大阪を中心にですね、はい、音楽活動をなさっておられるクーミンさんですけども、はい、京都の十字屋さんでも、金曜日の夜、はい、午後7時より、はい、定期的に音楽活動をなさっておられる。そうですね。フライデージャズナイトライブっていうんですかね。ずっと京都で活躍されてます、ミュージシャンたちの方たちが出る中にちょっとたまに行かせていただいてます。十字屋三条の本店の3階で、はいはい、確か、はい、その時は音楽のジャンルはもちろんボサノバでやらせていただいて、やはりボサノバ、はい、クミンさんの得意の、はい、ボサノバということで、はい、今日はですね、クミンさんの歌とギターをライブで、はい、演奏してもらおうと思っております。はい、よろしくお願いします。それでは1曲目、はい、早速お送りしたいと思いますけども、はい、1曲は何ですか？はい、これもね、ボサノバで有名なコルコバードやらせていただきます。コルコバード、はい、さあ早速いきましょう、はい、お願いします。ララ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 でした。はい、コルコバードといえば、はい、ブラジルのリオデジャネイロに、ね、あるとってもこう綺麗な丘っていうんですか、確か、はい、上の方にはキリスト像が、そうですね、とってもね、大きくて素晴らしい綺麗なキリスト像がありますね。私太郎もですね、はい、20年前にブラジル旅行へ行った時に、そのコルコバードの川上がりました。あ、そうですか。すごい大きなキリスト像が、そうですよね、なんかこう写真でね見るより実際見たらすごいですよね。そうですね、それから見る、リオの海岸は素晴らしいですね。素晴らしいですね、本当。何年前に行かれました？私は去年少しおりました。しばらく住んでたんですね。半年ほど。ああ、はい、じゃあほかほかのキリストのリオでのブラジルの話が。そうですね。はい。
なんと、そこでしっかりとブラジルのエネルギーを蓄えて、ね、また日本で、はい、ライブ活動ということで、はいはい、それでは2曲目をお送りいたしたいと思いますが、はい、2曲目は何ですか？アハン、カエルっていう曲です。カエル、はい、それではお願いいたします、はい。素晴らしい、はい、カエルアハーンをお送りいたしました、はい、非常に軽快な曲で、そうですね、語呂も非常にいいみたいですね、はい、いつもライブの一番最後に歌う曲、あ、はい、気持ちいいですね、そうですね、なんかブラジルの軽快なあの景色も見えてきそうな、そうですか、途中になんか一瞬お経のような感じにゴロゴロムルムルということ で、ね、なんか一瞬そんな錯覚を私はしましたけども、まあたくさんのカエルがいるというね感じなんでしょうね。なるほどね、はい、実は、クーミンさんとは去年、はい、京都でライブをなさいました臼田道成さんの、はい、ライブ で、そうですね、知り合いになりまして、はい、今日、お招きしたわけなんですけどもね、はい、最初にこう、うん、ブラジル音楽に出会った時といいますかきっかけなんかは、はいはい、どんないつ頃ですか？そうですね、まあ、ブラジル音がなんとなくこうボサノバっていろんなところで流れてますよね、で私クラシックギターをずっとやってまして、クラシックを、はい、でこう聴いてるうちにギターに合う曲っていうんですか、ね、音楽、もうボサノバが一番だなって思うようになって、でクラシックギターからこちらに転向しました。なるほど、はい、ギターで表現してバッキングなど伴奏するには、ね、ボサノバ音楽は非常にしっくりと、ね、そうですね、僕もそう思いますね、はい、しかもボサノバは私がいつも言ってるんですけども、究極のこの癒し音楽、そうですね、本当に思います、ライブをされてて、はい、普段お客さんとの、まあ、そうなんですよ、なんか感じるとこなんかはボサノバを歌ってるとね、あのお客さんの顔を見てるとね、みんなこう いい感じでね癒されてらっしゃる時があるんですね、やっぱりそういうのをこう目の当たりにしながらライブするっていうのがすごくもうやっぱり好きでね、やってミュージシャンと最高ですね、最高ですね、お客さんがリラックスして、はい、非常に、精神的に気分が良くて、はい、そしてまた歌っているクーミンさんも、はい、そのそうまたこちらも気持ちよくレスポンスね、あそうですそうです、行き来、はい、空気というか気持ちが行き来するなんて、はい、そうですね、最高ですよね、はい、さて、はい、もう3曲目、はい、お送りいたしたいと思いますけど、はい、3曲目は、はい、
これちょっとね、ちょっと特別に私のオリジナルをやらせていただきます。オリジナルですか。オリジナルのボ ボス。そうです、ラインも2人のボスだったね。2人のボス、はい、楽しみですね、はい、さあそれではよろしくお願いします。はい、すいません、いいですか、もう一回さ、はい、申し訳ないです、はい、ちょっと待ってください、今の最後入れても大丈夫ですか、長さ。あ、大丈夫です。あ、はい、お任せします。はい、
がとうございます。オリジナルの、はい、2人のボスさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか非常に、気持ちが歌詞が、お砂糖になったり溢れてきちゃったり、はい、そうですね、カバンの中に詰めちゃったり、はい、楽しく、はい、これはなんかこの曲の何かきっかけといいますか。結婚式に呼ばれた時に、ね、はい、の歌ってほしいって言われたんで、はい、あのぜひお二人のために作りたいなと思って作った曲です。なるほど、二、はい、人のための幸せのための、ね、送る曲ということですよね、はいはい、早速もう時間が来ちゃいますが、あっという間に来ましたが、クーミンさん、はい、今後の活動を教えください。はい、今後はですね、4月に、4月に梅田のグラナダっていうところで、はい、ライブします。あと5月に高槻ジャズストリートにクーミンとして出ますので。なるほど。そしてジュージアさんにも、ジュージアさんもまた定期的なんですが、ちょっと急に決まっちゃうんで、はい、ジュージアさんに行って、あの覗いてください。毎週金曜日、皆さん歌声が、この爽やかな非常に素晴らしい歌声が聞きましたら、皆さん応援をどうぞしてください、はい、今日は本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました、ゲストの高井久美子さん、はい、クーミンさんでした、はい、それではタローズカフェは今日はここまで。また第4月曜日午後5時にお会いいたしましょう。さよなら。